もしもしあはいあ失礼しましたあい,いえ録画を保存してるときにちょっと余計なことをしてはいあのスカイプを切ったらはいコンピューターがちょっと不機嫌になったので <laughs> あはい危ないと思っては <laughs> いちょっとあの保存を優先しましたはい保存失敗するともうさっき話したことが永遠に幻になってしまうのであ,あはいそれはちょっと言いたかったのではい はい、じゃあ、えっと、再開しましょう。はいいいよろししくお願いいたします、はい、どうですか、さっきみたいな話聞いて。はいそうですね、目的、その時だけこうなりたいっていうのはだめなんだなっていうことが、よくわかりましたなあその辺もう少しちょっときちんとあの深く自分ではい。 ももししあはいもしもしもう少しその今自分が言ったことをさはさ、い、今後のあなたのその生き方に関わることだからさはいもう少しちょっと説明してくださいあはいあのその先ほどダイエットの話をしていただいたんですけど、うん、そのダイエット とだけでなく目的を持って長期的な目的を持って何かをする達成するっていうことは、はい、意識意識を変化させることは本当に大事なことだと思います。うもうう少しこう、はいほ 言葉せせませんかねとてもそれ大事なことなんではいあそうですねえっと目的そうですね長期的な目的だけ捉えていても意味がなくて。うん その危機感を持って行動しなければ変わらないっていうことが実感してます。本当にねはい、こういうところが大事なんですよはい、多くの人が歌うまくなりたいとか歌手になりたい声優になりたいって言ってもはい。 短期的な快楽を求めてるはい目の前の満足はい例えば視野が狭いってその先生に言われたクラスにしてもはい私はこういう役をこういうふうにやりたいとかはいすごく目先の狭い細かい自分だけのこと、はい、に気がいっちゃうけどさはいカレーライス食べたら美味しいってそういう快感じゃんそうですね全体そして長期的 はい、もうそういうのってやっぱり辛いんですよその場ははい俺が一回の食事でもう物足りないって話をしましたよねはいその時に嬉しいなんて思わないじゃないですかそうですねもっと食べたい <laughs> っていう方でしょはいでもね本当ね毎日あ昨日よりはやったって思うよはい本当に毎日そう思う だからね、あの不思議なもので、はい、あちょっとあの下品な言っ,って申し訳ないんですけどはいおトイレの量は別に変わったわけじゃないんですけどあはい痩せてんだよねああそうなんですねなんか目先で言うとなんかさそういうことじゃないんだよね普通におトイレなんだけどもはいお腹とかどん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 へこんでいくし はい、足とかも前より細くなってんなとかはいだからさっきのズボンがはけたって話したじゃんはいだからその心臓を動かすとかはいそういうところで体ってやっぱエネルギー使ってんじゃんはいだから必要以上のエネルギーを食べちゃったら残っちゃうけどはい必要最低限のエネルギーしか入れなかったら心臓が動くそこでもうどん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 消化してんだよねいろんなものをねはい 血液だっててもう全身流れてるわけじゃないですかはいだか体って本当にエネルギー使ってんだなと思うよね。あそうですね。必要以上の量余計なものそういったものを取らないっていうふうにしてキープしてればはい本当面白いように痩せる。<ー>だけどねはい例えば朝起きてお腹触ったり鏡見たりしてはいあ 昨日より痩せてんなと思うけど、はい、でもその昨日の食事を終わった瞬間はもっと食べたいお酒飲みたいっていう方が先なんだよあはいそれを乗り越えたからなんだよねはいあなたが「カレーライス食べたいカレーライス美味しいから」で食べて「あ美味しい」その快感せいぜい30分ぐらいでしょ そうですね食べ終わった味の快感なんて食べ終わってお水飲んじゃったらもうないじゃん終わっちゃいますほんの一瞬の達成感満足感でしょうはいでもそれはすごい強い快感だよね強いです目の前に大好きなカレーライスがあってそれを半分残すまあしんどいでしょうああ それをどうするかなんだよ。はい。大変だっていうのも十分分かると同時に、はい、そういうことを乗り越える人がだ,だけが成功するんだっていうのも分かったですよね。はい。今プロ声優になりたいという人いっぱいいますよね。そうですねたくさんです。ね。まあ人気の職業ですから。 はいでその中で実際に本当にプロになってお仕事をもらえるようになるっていうのは本当に大変じゃないですか。はい目の前のカレーライス我慢できない人がさはいそんなだって職業として声優になるそれこそプロ野球の選手になるとかオリンピックでとかそんなレベルの願望じゃないはい。そういうねものすごいハイグレードな願望を持って。 はい、本気で私はプロのせいになりたいんだっていう人が目の前のカレーライス我慢できなくてはいそんな都合のいい状態にはならんでしょそうですねそんなことも我慢できない人間が周りの人から「すごい」って言われるような芝居ができるようになるかいならないと思います ななならいいよ、ね、自分に甘くくずるく卑怯で向き合わないそうやって嫌なことから逃げ続けてでも私は芝居で成功したいんだ無理だってはい人間としてずるいんだからはい逆にさはいこれまでいろんなその俺の講座をあなたは聞いてくれてるわけだしはい、ね、俺の歌とかもさはいあの例えばニコニコだったりあ,あっちの前だったらあの テレビってていうかさああれ出てるのを見たことあるじゃんはい、でそうやって偉そうなこと言ってるわけじゃないですかいろんなところで俺が <laughs> おはい。で歌を歌えばいろんな人から褒められてるでしょはい。でそういう人間がダイエットではいまあ成功したっていう話を今日しましたよねはい。あやっぱ先生だからだなと思わないあーそうですね。やっぱ結果出すなこの人はと思わない 思います。同じ歌がうまい。で、まあ、それは生放送でテレビだったりとかって、そのういうのでも、結果を出すっていうのと、はい。ダイエットで結果出すっていうのも、やっぱり目的意識だよね。はい。自分が何を目的としているのか、そして、その目的を達成するために乗り越えなきゃいけないことに対して、はい。 ずるく卑怯で甘えて逃げ回るのか乗り越えるのかはいか心の姿勢がそうやって乗り越える方になればはい歌だって声だって芝居だってダイエットだって成功する側の人間になれるわけだよはい何かにこう失敗するというか逃げてしまう人ははい全てに逃げるはい 共通してるんでさその人の生き方だからは,はいあなたもはいまあダイエット芝居ないろ人間関係いろんなことでさはい成功したいんじゃないですか成功したいですだったら目の前のご飯を残しお腹せすいたっていうのは乗り越えないとはいそうですね でもわかるんだよだってさっき言ったように俺ウォシュレットで、はい、まだ注文ボタン押してないもん、はい、まだ動くからさ <laughs> <laughs> でもね本当に頭では分かってんのもうこれは無理なんだから注文するしかないなだから今日にはもう注文ボタンスカイプ終わったら押すと思うんですけどはい あやっぱね、優しい店主さんが急に現れて「はいあなたのシャワー通り直しましたよ」なんてことは起きないからさあはいそれなってくれていいですよはいでもならないでしょそうですね、うん、だからさやるべきことやるしかないんだよはい痩せたいんだったらだってもう単純にさはいいろんなダイエットの方法あるでしょう はい、もういろんな器具使うサプリ、はい、もうなんとかがいいとかさ、はい、もう本当にもういろんな方法数えきれないものがまたさらに新しく生まれてるわけじゃないですか。はい、だけどね、はい、自分の食事の量をまあ6割とは言わず8割せめてちょっと減らす、はい、で軽い有酸素運動を週に3回ぐらいする。 はい、できるできないじゃなくて仮にそれをすればさはい絶対痩せるっていうのは分かってんでしょそうですねほんのちょっと食事を減らしてたぶん1週間のうちでちょっとあのなんか有酸素運動すればいいだけだって分かってんじゃんはいそれをしないよね多くの人はねはい だから楽して痩せれる方法はないかなーっつっていろんなサプリだの運動器具だのっていっぱいあるわけじゃない。はい、も,もちろん効果あるとは思うんですけど、はい、でもそんな買わなくたってちょっと自分で気をつけるだけで、はい、それを乗り越えさえすればほんとね俺のやってる方法なんて1週間したら、はい、あれってなるから。 ほんと聞くよあ、はいあそういうことなそのあしんどいっすよ <laughs> あはいもうそれはもう自分分かったと思うんですけどはい自分次第じゃないですかそうですねうんあさっきさっきもうほんとしつこいけどお酒飲んでる時においしいつまみを食べ、うん、好きな映画を見てるのが俺の人生の至福の瞬間なんですよはい俺も映画見るの DVD だけど見るの好きだからはい だらだら見ながらお酒飲んで美味しいもん食べてあ、はあ今日も生きててよかったその人生最高の幸せをな,、まあ、なして完璧なしじゃないですけど、はい、毎日毎日だらだらやっていたものをもう週に、まあ、半分以下にはしてるんですけど、はい、この正月がちょっと危険なんだよね。ああはい。え、はいいろろ まあせめてちょっと気分を味わいたいから、はいろいろ今からお節というかそのお正月っぽい感じでよちょっと用意してるんですよ食事とか、はい、で元旦ってやっぱ昼から飲んでいい日って思ってるから <laughs>、はい、でだらだら飲んで食ってとかすると、はい、まあ戻るでしょうね体がねあ<ー>でそれは3日ぐらいこうはめ外してもいいとは思うんだけどはい そこで気が緩んじゃったらはいもう納豆なんか食べたくてええやとかはい6割ここで我慢いやもうちょっと今日ぐらい食べちゃってもいいかなっていう甘えが出ちゃったらよくないなっていうふうにしてすごく今から今めてますね <laughs> ああはいやっぱ一旦気が緩むとそこからダラダラダラっていくのってあるじゃないああありますね ないここまでやってきてもほんのちょっとの緩みでさ、はい、戻ってしまうぐらい、はい、人っておいしいもの食べたいたくさん食べたい楽しいことしたいそういう快楽って強いでしょはいあそこに戦わないとね勝ちたいんだったらそうですねそういう気持ちになるっていうのははい ななかなか大変だしそこまでの危機感を持つっていうきっかけもなかなかないと思うはいだけど今日あなたはねはいそのきっかけには触れましたよねはいそしてそれをどうするかあとはあなたが決めればいいだけじゃないですかはいそうやってまあ今度の食事からちょっと気をつけてみるとかはい あなたは今自炊なのあ、今はそうですね自炊は実はほとんどしてなくておにぎりとか食べてます。料理したくないのああほんとに時々するんですけど一時期ハマってたんですけど、うん、パッと やる気がなくなったと言いますか、面倒くさくなってしまって。はい。はい。あ、いえ、大丈夫です。あのね。はい。俺も別に料理そんな好き、まあ。好きが嫌いかっていうと、嫌いじゃないかな。<laughs> なんかいろいろ、まあ。もの工作するのも好きだし。 もの、はい、作ったりするのは好きだっていう作曲するっていうのも料理作るっていうのもの作るっていうのはた結構好きかもしれないんだけど、はい、だ時間がもったいないっていうのもあるし、はい、そんな凝ったものを作れるほど別にそこまで料理好きってわけじゃないんだけど分かんないけど俺だったらねその例えば仮におにぎりいつもった二2つ食べるところを、はい、あの白菜を1個買ってきて今だったら。 あはいあのおにぎり1個にしたら当然足りないじゃないですかそうですね今までより少ないわけだからはいそれを野菜スープで補うとかするだけでもはいいいよねはい、はい、ただしねだから今俺必ずその野菜スープって作るんですけどはい今までそのご飯例えばおにぎり2つだったらそれを1個にして野菜スープっていうふうにしたとしたらはい腹持ちしないからすぐお腹空すくんだよ はい、そこを雨とかちょっとしたものでこう口ごまかすとかっていうのまたあお腹空すいたなお腹空すいたなってしょっちゅうなるよ。<laughs> はい、でもねちょっと思ったことあるんだけどあ思ったんじゃないやネットのニュースで見て「はい、へえ」と思ったことあるんだけど、はい、あ結構時間いってるから一旦区切るわ。はい